光学における遊びとは、接合部などに設けられた隙間や緩み、勇敢とも呼ぶ。接合部に意図的に設けられた隙間も、遊びと呼ばれる。これは、素材が熱で膨張した際に、素材同士が衝突し合って全体に歪みを生んだり、熱膨張率の違いから、ずれが生じたりするのを防ぐ。また、木材のように湿度の変化で素材が伸縮する際の、歪みを吸収し、 破損を予防するなどの理由から設けられる。この他、振動のある環境下では、あまり強固に接合することで、気候全体に振動が伝わり、末端に負担がかかる傾向があるため、この振動を吸収する意図から遊びが設けられる場合もある。気候が複雑で噛み合わせによって動作する場合にも、遊びが設けられる。遊びの通俗的な例として、 自動車の操作機構が上げられることがあるが誤りである。ブレーキペダルやハンドルの遊びは元来最小限に設計及び調整するのが望ましい。ドライバーがくしゃみをしたとか背中がむずむずしたのでむじろぎ、したとかいう些細な動作が急ハンドルや急ブレーキに直結するという説明がされることがあるが、それはペダルストロークとブレーキ圧の設定の問題である。 ペダルストローク中に締めるブレーキが全く効かない、遊びの割合が大きくなった場合、ブレーキパッドの摩耗が疑われるので速やかに点検整備を行うべきである。また、ハンドルの遊びについてもハンドルギア比と混同されるが、本来の遊びはギアのバックラッシュに相当する。これもハンドルがガタつかないよう、最小限に調整されなければならない。遊びは運転者の操作に対する答を遅延させ、 多大なストレスを継続的に強いるだけでなく、安全性の観点からも大変危険である。ちょい、レールの次目接合部に意図的に設けられる遊びでは、例えば鉄道の機上に設けられた隙間が、ちょい、合丹、コットンと列車の車輪が通過する際に音を立てるのは、よく知られているところであるが、これは、寒暖の差によって、レールの金属棒が伸縮する際の遊びである。 この継ぎ目が不足し合っていると、国書の売りにレール同士が衝突し合って曲がってしまうし、長いレールが設置されている区間で予想以上にレールが冷えて縮むと途中で破断する危険がある。このほか、ドライブチェーンにも遊びが設けられる。これは噛み合わせ、気候によるものだが、この遊びによって急な負荷がかかるのが予防されるほか、噛み合わせ気候が十分に噛み合っている箇所と、 多少ずれている箇所があっても、この遊びがずれている箇所の余分な力を分散させる。ただ、これらの遊びが必要十分以上にあると、その遊びに由来するトラブルの原因となる。接合部の隙間はそのおののがわずかでも、その合計が全体を大きく歪ませてしまう。ドライブチェーンなど噛み合わせ機構では、動作に際して噛み合わせの状態が維持できなくなったりする。いわゆる、 チェーンが外れるのは、ドライブチェーンが緩みすぎ噛み合わせ状態が維持できなくなった状態で発生するが、その際には遊びを残して調整する必要がある。ありがとうございます。